武田塾に入会金無料で1ヶ月通える冬だけ武田がスタートしました。高校1年生は今すぐ受験の準備を始めよう。受験生向けの駆け込み武田も受付中。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。教務の山美です。武田塾チャンネル、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。八木先生、はい、今回の質問は、うん、早慶は記念受験すべきですか、うん、という質問が届いてます。おお、早稲田大学出身の八木先生、はい、早慶記念受験ってありですか？これはズバリ言います。絶対受験してください。おお、はい、まあ絶対じゃないんですけど、はいはいはい、一応あの多くの早慶受けようかなと思ってる人に当てはまる内容なんじゃないかなと、はい、質問してくれた子ってどんな状況の子ですかね、うん、地方公立の人もね、早慶受けるかマーチ受けるかみたいなところの人もいますかね、うんうんうん、記念受験して賞賛ってありますか、うん、僕はあると思ってます。ただ受け方結構注意で、はいはい、自分のまず科目の適性があるかとかっていうのもしっかり判断していただいて、例えば慶応だと小論文があったり、うん、論文テストがあったりするじゃないですか、うん、でも早稲田だと例えば、マークだけで受けられたりとか、うん、記述もないとかってところもあるので、うん、志望校の入試形式に近い、早稲田と慶応の、ところだったら僕受けてもいいんじゃないかなと思ってます。なるほどです。僕も思うのが、うん、特に早稲田は絶対みんな受けてほしいなと思ってて、はい、そうなんですよね。早稲田のいいところは入試が後なんですよ、はい、明治終わりました、立教が終わりました、はい、でその後別に合格発表待つだけじゃないですか、うんうんうん、だったら1個早稲田受けといたらと思いますね。そうですね、で受かったラッキーじゃんみたいな、はい、じゃあズバリ、はい、どこがおすすめかっていうちょっと話を、ね、それも、はい、ぜひお願いします、はい、していきたいと思うんですけど、はい、まず早稲田大学人間科学部ですね。あ、なるほど、所沢キャンパスの人科と呼ばれているところですね、はい、人科ですね、はいはい、全てマーク形式かつ配点もね3科目同じになってますから、うんうんうん、結構受けやすい入試なんじゃないかなと思います。文法のね知識系の問題とかも多かったりするんで、うん、文法頑張ってやってきたぞとかはね、うん、あの勝機もあるんじゃないかなと。でたまに結構トリッキーな問題って出たりするんですけど、はいはい、そういうのって取れなくていいんですよね。なるほどなるほど、その取れない問題は周りの受験生も取れてないと、うん、とりあえずまず受けてみるっていうのが結構大事だぞと。で、まあ、一応他には早稲田教育学部ですとか、うん、あとまあ社会科学部、まあ、小学部とかも入ってくるかなと、うん、慶応もねすごい記述の対策してるとか小論文得意だっていう人は、うん、結構ね文学部とかね、うん、あとまあ形式が合えばいろんな、ね、小学部とかも受けてみてもいいんじゃないかなとは思います。なるほどですね、はい、実際に記念受験で受かった人いるのって言うんですけど、うんうん、これ結構知ってるんですよ。山美先生がなんか、はい、マーチ落ちたけど早稲田受かったっての聞いて、はい、自分もあの早稲田受けてみました、はい、特に山美先生同じ学科受けました、はい、で受かったって人がもう本当片手以上知ってるんですよ。なるほど、山美先生早稲田大学の犬として受験料稼ごうとしてるわけじゃないですね。そんなことしないです。早稲田からバックもらってないですから、はいはい、本当にこれ受けて欲しいなと僕は本当思います。山美先生の知り合いベースでそんだけいるってことは早稲田大学にはもっともっといるんじゃないかと。そうそう、まずはチャレンジということで、うん、ぜひこの動画見て、申し込もうと思った人はぜひ受験申し込んでみてください。今回は以上です。自宅にいながら武田塾の特訓が受けられる、その名も武田塾オンライン。詳細は概要欄をご覧ください。